はこれ、恋する氷結買ってみました。こちらドンキホーテで買ったんですけども、ここにもあるようにドンキホーテグループ限定らしいです。価格はこれ10本入りでパックになっていて910円でした。なので1本1本買うよりもお得なパックになります。早速どんなものが入ってるか開けてみましょう。これですね、ドンキホーテグループ限定です。チューハイですね。3号缶が10缶です。こんな感じで入ってます。すごいです。ちゃんと固定されていて、なんかアングル的にすごい綺麗です。かなり重量はありますけど、いいですね。じゃあどんなものが入っているか、どんな味が入っているか開けてみます。まず1本目がこちらです。旅する氷結レモンコーラアミーゴ、名前もされてますけど、こんな感じですね。それでは2本目です。2本目はこれですね。ハオチーライチ。続いては3本目です。3本目はヨーグルモサワーという感じです。なんか桃が出てたり可愛いですね。4本目になります。4本目はじゃん、こちらです。こちらはロコモコパイっていう名前で、こんな感じの缶です。本当にパインって感じですね、黄色で。それでは4本目に行きます。4本目はちょっと涼しそうな緑の瓶ですね。ここが青で、カリビアンモヒート。結構モヒート好きな方も多いんじゃないでしょうか。それでは先ほど言った1本目のレモンコーラアミーゴに挑戦したいと思います。飲んでみます。いい音です。見た目はね、こんな感じ、なんかやっぱり茶色い感じ、コーラですね、やっぱり。いただきます。うん、あ、結構お酒の味が強くって、レモンがほんのりで、やっぱコーラが強いって感じですね。うん、美味しい。これ多分女子は好きだな、これ。あー、でも、男子も好きかな。やっぱレモンだし。どっちもいけると思いますよ。飲み終わりました。レモンコーラアミーゴ、美味しくいただきました。やっぱり後味もすっきりしてていいですね。アルコール度数は 4% です。お酒がね、あんまり強くない女性の方もいいと思います。おすすめです。はい、じゃあそれでは2本目の八王ライチ、こちら飲んでみたいと思います。まあライチなんでしょうけど、見た目は透明です。
I still love you. ちょっと飲んでみますね。もう匂いがライチっていうか、この独特のねライチの匂いがしてます。美味しいですね。結構ライチの味がすごい濃い。美味しいですこれ。だってこの説明も甘酸っぱい。確かに甘酸っぱいですね。うん、これはグビグビいけちゃいますね。これちょっと今飲んでて気づいたんですけど、なんか冬っぽい感じもしますよね。でもこの説明が、あ、ほんのりグレープフルーツって書いてある。だからグレープフルーツの味あんまりちょっと分かんなかったです。だけど、あ、この苦味かな、多分。このライチ自体には多分苦味ってないけど、このグレープフルーツの苦味が後に来るっていう感じ。はい、それでは、ハオチーライチ飲み終わりました。やっぱりね、後から来る苦味と、この匂いと、味の、ライチ感。すごい美味しかったです。ごちそうさまでした。3本目になります。3本目は、ヨーグルモサワーっていうことで、初めに紹介したように、ヨーグルトテイストなんでしょうね。ちょっと開けて飲んでみます。匂いは、桃。あ、ヨーグルトですね、これは。じゃあ、ちょっと飲んでみます。あ、これね、ヨーグルトの、鼻から抜ける匂いっていうか、鼻から抜ける匂いがヨーグルトっていう感じで、で、口元にピーチの感じが残る感じですかね。すっきりしてます、後味が。うん。で、まあ全然なんて言うんだろう。まあ、結構ね、気持ちよく酔うっていう感じですね。本当にね、美味しい、これ。うん。はい、飲み終わりました。感想としては、ヨーグルトサワー。やっぱり後味もすごい爽やかだし、桃の味もしたりとか、結構いいかもしれない。これ、アルコール 3% なんで、他のものよりも少しアルコール度数が少ないってこともあるので、いいかもしれないです、これ。はい、それでは4本目のロコロコパイン飲んでみたいと思います。いただきます。あ、もうこれはもうパインそのものですね。うん。で、お酒の感じは全然ないです。これ、もう、パインの炭酸ジュースって感じなんで、お酒の癖は本当に全然ないです。お酒の味苦手な方、全然大丈夫だと思います。ちょっとね、色は、黄色がかった感じ、ちょっと見えづらいんですけど、黄色がかった感じで、飲みやすいです、かなり。終わりました。飲み口良くてあっという間でした。これは美味しかったです。ごちそうさまでした。次は最後になります。5本目なんですけど、最後に紹介したカリビアンモヒートです。まあこうあるようにミント系だと思うので、私的にはちょっとミント系はあまり好きではないんですけども、ちょっと飲んでみますね。うん、やっぱり嗅いだ感じはミント系です。いただきます。あ、でも美味しい。
これ入れてすぐはライム系の味がするんですけど、鼻から抜けた感じがミントです。大人な感じで、私全然これ飲めます。さっぱりしてます。かなり初めに結構苦手って言いましたけど、ちょっと大人になったんですかね。鼻から抜けたミントの感じがすごく爽やかで結構好きです。5本目、カリビアンモヒート飲み終わりました。感想はやっぱ5本目にして一番爽やかでした。すごく美味しかったです。ごちそうさまでした。5本飲み終わった結果は、コーラ、ヨーグルトサワー、ライチ、パイン、モヒートだったんですけども、この5本全て美味しかったんですけども、私的に一番衝撃で美味しいなと思ったのはモヒートです。で、5本の中で私的に一番好きだったのはヨーグルトサワーでした。美味しかったです。皆さんもぜひ買ってみてください。